今回ですね、コストコで豆乳、購入してみました。こちらの豆乳はですね、バニラ味、ここにも書いてあるようにバニラ風味のですね、豆乳になっています。で、この中にはですね、946ml、まあ約1リッターですね、の豆乳が12本入ってますので、このようにですね、段ボールになって、こんな感じで、はい、入ってます。です,ですので、 このですね、持ち帰りするときに結構ですね、まあ、1 2キロぐらいありますので重さがですねありますので、えーまあ、重たくても大丈夫だよっていう人はですねおすすめですはい飲んでみたらですね豆乳のですね、バニラの風味がまろやかにあって甘さもですねほどよくあってですねすごく飲みやすくて美味しかったですねはい、一応ですねここ、はい。 はい、えっ、ー、とちょっと待ってくださいねはいそしたらですねここに書いてあるように有機調整等にオーガニックって書いてたので有機大豆有機砂糖、えー、食塩炭酸カルシウムカルシウムですかねカリウムカル,カルシウムうんはい安定剤で香料と ビタミン A、ビタミン D、ビタミン B2、ビタミン B12 ということでしょうかね。まあ、こういうふうになっています。11.35リッターですね。946ミリリッターで12本入ってますよということになっています。はい、で普段ですね、私はですね、まあ、そのまま飲んだりもしますけれども、インサートコーヒーですね、ちょっとお湯入れて、それでですね、溶かして、その後ですね、あ氷入れて。 でそれからですねいつも牛乳とか入れて飲んでたんですけれども、えー、それをですね豆乳にして飲んでみるというのも結構やっててでカークランドのこのコストコのですね豆乳あったのでどんな味かちょっと気になったので購入してみましたはいでこれですねコーヒーと入れてもよく相性良かったので美味しかったですで値段がですねだいたい2000円しないぐらいでしたかね はい、1900いくらぐらいだったと思います、はい、12本入ってるので1本あたり100円もしないという感じですよねでこんな感じの箱に入ってて1本だとですねこういう風にですねこんな感じですねはいこういう風になってます ここにバニラビーンズのですね絵も描いてますね。そしたらちょっとだけですね豆乳入れてみます。で豆乳とかよくあのパッケージこ,この入り口がですね1個しかないのでなんかあの出しにくいと思うんですけども入れるときですねあのこっち向きにこういう風にですね口がこっち向きだと空気の入りが悪いのであの出てくるときにガバガバガバって出てきちゃってあの跳ねたりすると思うんですけども。 これをですね、こっち向き、こっち向きからこういう風にですね、入れると、この上の部分がですね、空気、ここですね、空気入りますので、滑らかにですね、ソースますので、やってみてください。はい、じゃちょっとですね、入れてみますね。 豆乳の感じはですねこういう具合ですはいでバニラの風味がですね程よくあるので豆乳の何ていうんですかねあの豆臭さっていうかそういうのがないのでこのままでもですねすごく飲みやすくて美味しくすぐ飲めるので12本たくさんあるなーっていう感じもあると思いますけれども意外にですねすぐなくなってですねいきました、はい いつもあのコーヒーと混ぜて飲んでいるので私の場合はですねインスタントコーヒーとはい、まあ、コーヒーを落としている方は落としたコーヒーなんかですね入れてもいいと思いますけれどもはいインスタントコーヒーでも美味しいのでやってみてくださいでこれはですねバニラ風味なんですけれども値段もですね、えー、パッケージも同じような感じで2000円以下ぐらいでこの12本入りでオーガニックの豆乳っていうのもあってこれは砂糖入っているのでそういう砂糖とかですね入っているの あの好きじゃないという人もいると思いますのでそういう場合はですねオーガニックの、えー、とオーガニックソイですね豆乳、えー、豆乳の,あの無調整の方ですね多分無調整だと思うんですけれどもそちらの方のタイプありますので、まあ、そっちだとですね結構匂いとかきつくなると思うので飲みにくいとかっていう人もいると思いますけれどもそっちのタイプ好きな方はですねそっちの方を購入してみるのもいいと思います。 まず最初に私の場合はですねこのバニラの方飲みやすそうだったのでこちらを購入してみましたで次回ですねえっ、ー、と豆乳買う時オーガニックのこのバニラ味じゃない方もですね購入しようかなと思って考えてますのでもしかしたらですねまた動画でアップしようかなと思います